悩み相談。はい、今回は、こちらの本を僕買っていただいた方ですね。超特典、100時間超の、特典。こちらの本を買っていただいて、特典申請していただいた方からのご相談になります。はい、相談してみたいことなんですけども、低収入なこと、将来不安ということでいただいております。で、これはですね、おそらく、これを見ていただいている方の中で、こう思ってる人はいないと思うんですけど、年金100%もらえるとかね、国が俺を守ってくれるとか、今の会社が私を守ってくれるって思ってる人は非常に少ないと思います。国もですね、2000万問題みたいな感じで、自分で投資してねみたいな話だったりとか、年金もですね、昔は多分60歳から支給だったのが65歳になって、多分70ぐらいからの支給になるんじゃないかなっていう話も出てますよね。あとは消費税ですよね。消費税も多分15%ぐらい、マックス20%ぐらいまでこう上がっていくんじゃないかなっていう。これ下がることはないと思いますけど、上がることは多分ほぼ確定してますよね。どうですかね。その中で、じゃあどうやってやっていけばいいのかって話なんですけども、これはみんな不安、この方以外にも不安に思われている方たくさんいらっしゃると思います。で、まず何をやらなければいけないのか。それは、僕がいつも言ってます通り、資金ゼロから始められる情報企業ですね。情報ビジネスをやるのがおすすめです。この本を買われてる場合はね、もう今回買っていただいてる方からいただいてるんで、これに興味持ってもらっていいと思うんですけども、この YouTube の下に、情報企業、この本買われてない人も見てると思いますんで、情報企業っていう再生リストがあります。で、その YouTube で8話ぐらい、7話か8話ぐらい無料の講義がしっかりと作り込んでる無料の講義ありますんで、そちら見て学習していただければなと思います。この YouTube の概要欄に貼っておきます。情報企業ですね。それでもだいぶもう細かくね、多分1本あたり1時間ぐらいの平均でやってるんですけど、それが8本ぐらいあるんで、相当内容濃いです。で、今年に入ってからかな、今年に入ってから、さっきもですね、ちょっと動画撮ってたんですけど、その FX だったりとか、バイナリーだったりとか、その投資案件ですよね。投資案件に関して、吉田さんどう思いますかと。これ詐欺ですかどうですかみたいな質問を今年に入ってからもう何件かももらってるんですけど、別に投資は悪いことでもないですし、やるべきだと思います。僕も40歳から FX をガチでやります。FX で。ガチで。もしくは、資金にゆとりができれば今度株ですね。FX が株、もう間違いなくやります。あと日経225、FX 株、日経225、ここあたりをやります、間違いなく。で、メインは FX ですね。で、なんで FX かっていうと、今度情報販売を視野に入れたもので考えるならば FX ですね。FX の方が仕切り低いので、株式投資だとどうしても株が高いので、だから売れる商材とすれば FX の方が売りやすいですからね。だから、あとは世界的な、金融のロンドン市場と、いろいろその市場がずっと空いてるっていうのはありますから、24時間ほぼ取引できるみたいなね、そういう利便性もあるので、FX 入ってる人は非常に多いですから。それはなんで FX やるかっていうと、その世界的な動きもあるし、みんなが入りやすいっていうのもあるし、ただそこに入る上でみんなね、この情報企業っていうのを飛ばしてそこ入ろうとするんですよ。ぶっちゃけこの情報企業をマスターすると何ができるのかって話で、これね、この本で、この動画でちょっとシェアしておきますけど、1円も FX でお金をかけずに FX でお金を稼ぐことができるんですよ。これ情報企業をマスターすると 1円もお金をかけずに FX でお金を稼ぐことができるんですよ。これ理解できる人少ないと思います。申し上げますね。すごく重要なんで。FX で1円もお金をかけずに、1円もお金をかけずに、FX でお金を稼ぐことができます。じゃあ、その仕組み、からくりをちょっとシェアしておきますけども、じゃあ1円もかけず FX をやる方法って何ができますか？
これはすで、にご存知の方はいらっしゃるかもしれないですけど、証券口座ではデモトレードっていうのができるような仕組みがあります。デモで勉強しましょうみたいなものがもうあります。どこかしこもデモっていうのは0円でできるわけじゃないですか。いくらでも資金入れられるし、デモなんで。じゃあそのデモでやってる映像コンテンツ、もしくはデモでやった情報コンテンツですね、ブログで書くのか何でもいいんですけど、でデモでいいんですよ。デモでそれを情報発信していきます。学びながら、自分が学びながらデモで、1円もお金入れずにデモでずっとやっていくんですよ。で勉強しながら、で勉強してったら、あの売上作れると思う。売上っていう表現があれか、ずっとやり続けたら上手くなりますよね。そこに思考改善したりとかやってったら、であとはその何を勉強して、じゃあデモトレードやっていくのかっていうと、別に今無料で YouTube で FX 系の発信してる人たくさんいますし、ブログでもいっぱいあるじゃないですか。例えばデモトレードする上でこの人の動画を参考にしてやってみましたとかね、この人のブログを参考にしてみて今検証していますと、デモでっていうのをバンバン流すわけですよ。でそれを検証して自分で、あこれダメだったな、よかったなっていうのをデモでずっとやっていくじゃないですか。でそれ情報発信していきますよね。でデモ講座も上がってきますよね、資金量が。で資金も見栄えよく、例えば1億円でやってみるとかね、見栄えよくね、いくらでも多分設定できると思うんですよ、デモなんで。でそれで情報発信していくじゃないですか。でもデモですよと、僕がやってるのデモですと言えばいいんですよ。嘘じゃなくて、いや本講座じゃないです、デモです、はい、デモで1億円運用してみたらどうなったみたいな。でもね、デモでもそれが上がってったら興味が出るわけですよ、みんな。で出ません？デモ講座だったとしても、例えば5万円の資金が1億になったらデモでも興味出ますよね。出るんですじゃあそれで、じゃあどうビジネスにしていくのかっていうと、じゃあそこでアクセスがある一定集まったとするならば、じゃあ僕が今までデモ講座でこうやってたけれども、まあデモです、所詮デモですと。だから本講座でね、しっかりと利益上げている人から見ればデモ講座で、なんか偉いこと言うなよって言われるのは当たり前ですと。でも見ていただいている方は多分デモでもここまでの、資金を上げることはちょっと難しい人多いと思います。そこで今回僕がデモでどういうふうな考え方、どういうふうなロジックでその FX のトレードに向かっていったのかっていうのをレポートにまとめましたと。でもし興味ある方はこのレポートをぜひダウンロードしてくださいっていうことで、リストを獲得します。でそのリストを獲得したら、そのリストに対してアフリエイトをしていきますじゃあアフリエイトって何ができるかっていうと、じゃあまあ簡単なやつだったらアマゾンですよね。アマゾンのアフリエイト、まあこの本すごく参考になりますよとか、あとは情報商材の、本当にいいやつですね。自分が、まあこれはまあお金ないっていう体なのでちょっと微妙ですけれども、まあもし買ったことがある、あってそれが良かったんだったら情報商材のアフリエイトもできるだろうし、あとは証券口座のアフリエイトですね。ベターですけど、自分はこの口座使ってますっていう証券口座のアフリエイトです。で、FX の証券口座のアフリエイトって、まあちょっと今ルールがちょっと昔と違って、仕切りが高い部分ありますけれども、高いです。1万とか2万とか。自己アフリエイトでもね、今、FX、DMM とか2万配ったりとかしますから、自己アフリエイトです。昔はね、その FX の証券口座アフリエイトっていうのはすげえバブルで、証券口座を開くだけで3万とかあったんですよ。で、これ特典もらうと昔ね、僕3万だった、4万だったかな。特典もらったんですけど、やばないですか。口座開設するだけ3、4万ですよ。無料口座。これアフリエイトでね。だから昔、その、まあ今もあるんですけど、証券口座どこいいのみたいな、証券口座比較サイトみたいなのあるんですけど、前その広告代理店の方が、実際に広告代理店としても、事業としてやってるし、自身のウェブサイト、アフリエイトのサイトを運営してるやつもやってて、それは話聞いたんですけど、なんと、その広告代理店が自社で運営してる FX のその比較サイトですね、証券口座、これ1ヶ月どれぐらい売上が作ってたと思います？その広告代理店の会社で一つの事業としてアフリエイトサイトもやってると。でそこのアフリエイト報酬いくらだと思います？証券口座の開設アフリエイト2000万ですね。2000万。まあ当時ね、本当開設するだけでっていうこれ結構簡単だったんで、まああとライバルもね、まあ昔ですから今に比べると少なかったっていうのもあるし、あとは本当に SEO を極めたら、まあ、上位になるんで、そこに大量のトラフィック来るわけですし、当時 FX バブってましたから、
十何年前ですけどね。相当バブってたんだ、FX が。うん。そのバブルのアクセスにも乗れて、みたいな。まあその2000万ぐらいって言ってましたね。まあ今はちょっとね、昔と違う部分ありますけど、それでもリストを獲得して、そこに対してこの口座おすすめですよと。絶対 FX をこれから始める人っていうのは、どの証券口座いいのって絶対悩むんですよ。例えば僕これ一眼レフ使ってますけど、じゃあ一眼レフをデビューしたいっていうカメラ女子とかね、一眼レフをこれから買いたいっていう人はどの一眼レフがいいの？ミラーレス、まあこれブログもありますよ。ミラーレスとミラーレスとミラー付きのね一眼は何が違うのとかね、ミラーレスってなんやねんとかね、ミラーついてるのだとそのミラーレスって何なのと、そもそも何みたいなっていう解説してるブログとかサイトもあるんですよ。まあ要は何かを始めようとするといっぱいあるんで選択があるわけですよ。証券口座もいっぱいありますよね。じゃあ何やったらいいんですかと。でよくこれもいただくんですけども、吉谷さんマイクは何使ってますかみたいな。マイクも大量にあるわけですよ。ピンマイクで今使ってて、なんだ、まあこういうやつですね。こういうピンマイクですね。もうピンマイクもね、あちょっとピントが甘いな。こうすればいいか。はい、このピンマイクもなんだ、無限像にあるわけですよ。どれがいいですかとか、一眼レフどれがいいですかと。でこれ今アプリで収録してるんですね。アプリで iPhone のアプリ、まあ有料のアプリなんですけども、これアプリで音声、ピンマイクで拾った音声と一眼レフの動画をガッチャンコしてでやってます。でそうするとアプリもいっぱいあるわけじゃないですか。吉谷さん、そのアプリ何使ってるんですかってなるわけですよ。何かをやろうとすると選択がたくさんあるんで迷うわけですよ。でそこに対してこれいいですよっていうことができるんですね。リストを獲得すれば。だからこれがアフリエイトですよ。だからアフリエイトって別に自分で商品作らなくてもいいですよね。うん。で、自分で商品作れる、僕の場合は商品自分で作れるんで、ね、商品作って売る、リストを獲得した後商品作ってね、売ることもできるだろうし。うん。で、アフリエイトできるわけですよ。まあ、あとはもっと、これは多分、出回ってない部分あるかもしれないですけど、これはちょっと契約しないといけないんですけど、PIPS を抜けるんですよ。PIPS っていうのはね。まあ、何かっていうと、自分のアフリエイトリンク、紹介コードから、証券口座を登録しました。で、その人が取引すればするほど、その取引量に応じて PIPS バックみたいなのあるんですよね。そういうのもあるんですよ、裏で。だからその人が取引すればするほど勝手に金が入ってくるっていう仕組みもあります。まあもはや、だからそれでね、YouTube の人、YouTube でやってる誰だったかな、ちょっと忘れたんですけど、その PIPS バック抜きで月700万ぐらい。だから情報全部無料で公開して、こっから登録してね、みたいな。で、登録した人はそこを、YouTube を学習して、その人の学習して、その講座でやるじゃないですか。で、その講座で、例えばその人が何千万回して、やると、そのバックがどんどんキックバックみたいに来るので、もう、無料でどんだけ情報を流してやってもらえればやってもらうほど、お金が勝手に入ってくるみたいなね。だそういうなんか仕組みもあるっちゃあるんですよ。だから本当にもうなんだ、できますよね。無料。情報企業っていうか、情報ビジネス。情報を使って集客をして、顧客リストを獲得して、そういうマーケティング。で、あとアフリエイトという概念だったりとか、あと自分で商品を作るという概念があれば、いくらでもお金を作れます。だから、ここをベースとして、ここで軍資金を作って実際にやるんだったら、ここで軍資金作って余剰資金でやればいいと思うんですよ。だけど、ほとんどの人は、この情報企業の概念だったりとか、情報ビジネスをマスターしようとしないんですね。だからみんな情報を取りに行って、受け取り側なんですよ。受け取り側ではなくて、発信する側でしっかり集客して顧客を獲得して、そこに対してアプローチをしていくっていう技術、スキル、マーケティング、それを習得する。それを習得したら、FX をやったとしても、それをずっと使えるんですよ。わかります?だからね、まあ、与沢さんなんかね、与沢さん知ってる人多いと思うんですけど、与沢さんもね、まあ、結局その株、FX、最初なんだっけな、トレーダーズアカデミーか。トレーダーズアカデミー。はい。一番最初販売した時に、トレーダーズアカデミー販売した時、これですからね。これ iPhone で、これでね、どうも与沢ですみたいな。もうブレブレの動画ですね。ブレブレの動画で、これね、何話とか作ってって。で、3億ぐらいですよ、売り上げ。
僕が1話とか2話とか3話を作るようになったのは、与沢さんのそのトレーダーズアカデミーだったかな、それを iPhone の自撮りでブレブレで1話2話3話で売ってたんで、あ、これ革新的だなみたいな。それで3億とか2億とか売ってるわけですよ。やべえなみたいな。でそれですぐパクって1話2話作ったんですけど、そう。でその後トレーダーズスクール終わった後も2期とかもやったのかな。であと、あと株もや始めて、株もやったのかな。株も多分4億とか3億売ってるんですよ。やばないですか。だかそれは顧客リストを獲得してしっかりコンテンツ販売をするという概念があるから、顧客リストを獲得してそこに対して自分の商品ぶつけられるということができるからね、それまた作れるわけですよ、何億円も。すごくないですか。特に僕が40から絶対FX やろうと思ってるのが、やっぱりその投資をやろうとしてる人にはお金があるわけですよ。で今僕が抱えてるお客さんっていうのはお金がないです。特にネットビジネスを始めようとしてる人っていうのはお金がないからどうしようなんですよ。この層です。でこの層に商品を販売していくっていうのは結構難しいんですね。だってお金がないわけじゃないですか。お金がない人に例えば僕のドリームアカデミア80万を売るって難しくないですか。だけど世の中には80万あるけどそれをどう運用しようかなとかね、1000万あるけどそれをどう運用していけばいいかって悩んでる人が5万といるわけですよ。そこの層にじゃあ例えば、情報コンテンツをね販売していくってどちらかというと難しくないですよね。難しくないって言ったら語弊があるか、比較的簡単だと僕は思います。お金がない人に売るのかお金がある人に売るのかどっちの方が簡単ですかっていうと、お金がある人に売った方が簡単ですよね。うん。だから僕が FX 扱う理由もそういうことです。うん、もうお金が全くなくてね、借金しかない人が FX を選ばないんですよ。選びようがないですよね、運用資金ないんで。 で FX を選ぶ人ってある程度お金はあるんだけど負けちゃってるとか運用したいとかそういう人じゃないですか。じゃあそこにちゃんとしたノウハウは売りやすいですよね。うん。だからそれは後々の今後の僕のスキームを考えた上でも、投資をやるべき、情報ビジネスのさらに売り上げを大きく上げる上でもそういう商品を持ってた方が強いってことですね。うん。だからまあ本当に情報企業をねベースとして考えて骨組みした方がもう全部いきます。全部です。全部使います。うん。これをねマスターすると本当にいいと思いますけどね。まあ今回本買われてるので、まあ、この本に書いてあることを実践すれば、実践できれば、できればというかやればやっていただければ1000万はこの本でも書いてありますけどね、この本にも書いてありますけど1000万いきますんで、あとは本当やるかやらないかです。でやってほしいなと思いますね。はい。ということで、自分の、収入が低いと、で将来が不安であるならば今から何をやるのかが全てです。これを、収入が低いとかね将来不安と思ってるんだったら今日から何をするのか、それが将来へのつながり唯一の道です。今日から何やってますか、何を行動しましたか、何をアウトプットしましたか、何を情報発信しましたか、その積み上げでしかないですから、はい、今日何やりましたかと、それが全てです、はい、ということで、いただいた、悩みについて回答させていただきました。ありがとうございます。